こんにちは、ドクターストレッチトレーナーの正木です。10分間のストレッチやっていきましょう。セルフストレッチしてもなかなか柔らかくならない、伸び感を感じづらいということがありますよね。うまく伸ばせれない原因としてストレッチをする順番に隠されています。実はこのストレッチ、伸ばす順番で効率がぐっと上がってくるんです。今回の動画では筋肉のつながりを意識して全身攻略していきましょう。ストレッチ攻略法末端から攻めましょう。筋肉は筋膜を介して全身つながっていて、いくつものラインが存在します。例として電車の駅と駅をつなぐ路線のようなイメージです。主要な筋肉に向かって端から攻めていくことによって、より効果的に筋肉がほぐれてくるので、一緒にトライしてみてくださいね。今回ターゲットにするラインはバックライン、背面のつながりです。では行きましょう。はい、ではやっていきましょう。まずは、足の指から緩めていきましょう。あぐらかいていただいて、少し足出していきます。足の末端部分から緩めていくので、うまく回しながら緩めていきましょう。より細かく動かしていただければ、親指、人差し指、中指、薬指、小指、一本ずつ動かしてみてください。はい、でここから足首動かしていきましょう。ゆっくりで大丈夫なので、大きく気持ちがいいところまで動かしてみていきましょう。反対も同じように回していきます。はい、そしたら次ふくらはぎ緩めていきましょう。アキレス腱から膝裏肉ついてる下腿三頭筋をほぐしていきます。膝立てていただいて、ふくらはぎにセットします。そのまま左の膝のお皿で右のふくらはぎ押して緩めていきましょう。ちょっと余裕があれば内側、外側、少しずつターゲット筋変えながらアプローチしてみてください。硬いなと思うところにしっかりと、ボリュームを置いて伸ばして緩めていただけるといいと思います。はい、ではここからふくらはぎそのまま伸ばしていきます。足の裏セットしていただいて、そのままかかとを向こうに、遠くに押していきます。つま先がしっかりと反ることによって、アキレス腱から膝の裏まで伸びてくるので、この伸び感を感じながらキープしていきましょう。はい、ここから息を吸ってゆっくり吐きながらキープしていきます。ふくらはぎの筋肉、深層部の筋肉もあるので、今伸び感が足りない方もゆっくりとキープしていくと、だんだん伸び感感じてくると思います。気長にストレッチかけていきましょう。はい、緩めます。反対同じようにいきましょう。左足かけていただいて、足の指から動かしていきます。この時に足の指先、親指、人差し指、中指、薬指、小指、はい、全て動かしていきましょう。硬い靴をよく履く方は足の甲も硬くなっているので、足の甲も動かすような意識で緩めていきましょう。はい、ここから足首を回していきます。こちらも先ほどと同様に大きくゆっくり回していきましょう。反対も同じように回していきます。はい、OK です。こちらも同じようにふくらはぎ緩めていきます。右の膝に左のふくらはぎ当てて、ゴリゴリっと緩めていきましょう。この緩める動きの時は、圧を下の方にぐっと押し込むと、さらに深層部まで届いてくるので、ご自身で強度調整しながら気持ちいいところを探してみてください。はい、ここから伸ばしていきましょう。同じように足の裏セットしていただいて、そのままかかと遠くに伸ばしていきます。少し余裕があれば膝裏を少しずつ伸ばしていくと、さらに強度が伸びていきます。この体勢がきつい方は後ろに手をついてリラックスしながら伸ばしていただいても大丈夫です。
はい、ではここからキープしましょう。1回息吸って吐きながらキープしましょう。はい、手でゆっくり戻します。はい、次は膝裏の膝下筋という筋肉緩めていきます。そのままゴロンと仰向けに寝ていきます。膝裏の筋肉になってくるので手を膝裏に当てていただいて、そのまま足をバタバタ動かしてみてください。小さな筋肉なんですけど意外とここに疲労がたまりやすいので、ここを動かしながら緩めていきましょう。はい、 OK です。そしたらそのまま起き上がっていただいて、太ももの裏ですね、ハムストリングス伸ばしていきます。片足あぐらかいていただいて、右足伸ばしていきましょう。はい、今、足首から、ふくらはぎ膝裏が緩んできたので、今度は太ももの裏伸ばしていきます。そのまま膝伸ばした状態で前屈前に倒れていきましょう。この時に太ももの裏がしっかりと伸びるように、おへそが太ももにくっつくような意識で伸ばしていきましょう。きつい方は膝曲がってしまっても大丈夫です。はい、ご自身の強度に合わせながら角度を決めて伸ばしていきましょう。ふくらはぎよりも少し大きな筋肉になってくるので、少しキープ時間長めにとっていただけるといいと思います。ここから息吸ってゆっくり吐きながらキープしましょう。また気持ちいいところで伸ばしてみてください。はい、ゆっくり戻しましょう。はい、太ももの筋肉大きいのでもう一度いきたいと思います。息吸って、はい、ゆっくりリラックスしながら伸ばしてください。柔らかくなっていると1セット目よりも2セット目の方が伸び感出てくると思うので、体の変化も感じながらキープしていきましょう。はい、ここからもう一度息吸ってゆっくり吐きます。はい、リラックスしながらキープしましょう。はい、ではゆっくり戻しましょう。反対同じようにいきましょう。右足あぐらかいていただいて左足伸ばしていきます。そのまま両手を、肘を床につけるような意識でキープしていきます。きつければ膝少し緩めてみましょう。余裕のある方は膝を床にくっつけてかかとを遠くに離していくとより伸び感が出てきます。ここから息吸ってゆっくり吐いていきましょう。はい、伸び感を感じるところでキープしていきます。ゆっくり戻します。もう一度同じようにかけていきましょう。から両手をつきながら息吸って吐きながらリラックスです。さっきよりも強度少しずつ上げながら、体が柔らかくなってくるのを感じながら伸ばしていただけるといいと思います。はい、もう一度だけ呼吸しましょう。息吸ってゆっくり吐きながらリラックスです。で戻しましょう。両足一緒に伸ばしていきましょう。長座で座っていただいて、そのまま軽く膝曲げましょう。足の裏支えた状態から遠くに伸ばしていきます。はい、きつい方は膝が伸びすぎなくても大丈夫です。この状態でふくらはぎから膝裏太ももすべて伸びるような意識で前屈して伸ばしてみてください。余裕のある方は膝を床につけていきましょう。さらに伸ばせれる方はおへそが太ももにくっつくような意識で伸ばしてみてください。はい、さっきよりも強度が上がってくると思うので、ここからもう一度息を吸って吐きながらリラックスしてみてください。はい、もう一度いきましょう。息吸って、はい、吐きながらキープです。ご自分の体重をうまく使いながら伸ばしていくと無理なく伸びてくるので、ここもじっくり気長に伸ばしてみてください。はい、OK です。ゆっくり戻しましょう。
これで太ももしっかり緩んだので最後背中緩めていきましょう。少し前の方に座ります。そのまま無理ない程度で足を後ろに出していきましょう、はい、この状態で背中、脊柱起立筋ですね、ここ伸ばしていきます。余裕がある方は少し足を遠くに伸ばしていただけるとさらに広く伸びてきます。難しい方はそのまま足を上げ切らずに背中を丸めていただくだけでも大丈夫です。ご自身の柔らかさに合わせてキープしてみてください、はい、ここから少し大変ですけど一回息吸ってゆっくり吐きながらキープしましょう。はい、 OK です。ゆっくり戻しましょう。はい、 OK です。これで末端から背面ですね、ふくらはぎ、太もも、背中にかけてしっかりと緩むことができました。はい、お疲れ様でした。完了です。今回は全身の10分間のストレッチをご紹介しました。ストレッチは継続することがとても大切になるので習慣にしていただくことが重要です。全身効率よくストレッチをかけたいなという方はこの動画をぜひ何度も繰り返し見ていただいてトライしてみてください。そして今回の動画が良ければいいねの高評価、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。